り返しお伝えします。現在大津波警報が石川県能登、津波警報が山形県、福井県、新潟県、そして兵庫県北部は石川県、第1波の到達予想時刻、福井県、午後5時です。こちらの現在の時刻は4時25分、沿岸部の方津波警報が出ている地域、予想される津波の高さはいずれも3メートルです。皆さん、今すぐ可能な限り高いところへ逃げてください。大津波警報が出ている能登地方にあります石川県七尾市の現在の様子、今海の様子が見えている場所ですけれども、こちらからは津波の様子、潮位の変化は確認できませんが、石川県能登、早いところでは津波は到達とみられます。海が見えない地域にいる皆さんも今すぐ可能な限り高いところへ逃げ、そして海から遠く離れたところへ逃げてください。第2波、第3波と繰り返し、大津波警報の最新の情報です。石川県能登地方、すでに津波が到達、予想される津波の高さは5メートルです。現在、第1波の到達予想時刻は午後5時です。津波警報が出ている地域、予想される津波の高さはいずれも3メートルとなっています。それでも高いところを目指して逃げてください。諦めないで逃げてください。皆さんの命を守るため、一刻も早く逃げてください。決して引き返さないようにしてください。そして原発の情報を改めてお伝えしますが、東京電力によりますと、新潟県にある柏崎刈羽原子力発電所について、先ほどの地震で被害がないか確認を進めているということです。その新潟県柏崎市では先ほど午後4時36分40センチの津波が観測されました。ただこの数十センチという津波であっても人は流されてしまいます。決して油断をしないでください。そして予想される津波の高さ、大津波警報が出ている石川県能登は5メートルです。さらに津波警報が出ています新潟県上中、下越、富山県、山形県、佐渡、石川県加賀、福井県、兵庫県北部、地震の場合、津波が極めて短い時間で押し寄せるのが最も危険な地で観測されています。皆さん、安全な場所にいらっしゃるでしょうか。決して諦めないでください。大津波警報、津波警報が現在も発表されています。5メートル、皆さんの背丈を大きく上回るような津波が押し寄せます。今すぐ可能な限り高いところへ逃げること。そして津波警報が新潟県上中、下越、開けるか、富山県、山形県、石川県、加賀、ほら開けるか、兵庫県北部に出ています。津波警報では予想される津波の高さは3メートルとなっています。早いところでは津波はすでに到達しています。ただ津波は繰り返し押し寄せます。後から来る津波の方が高くなります。今すぐ行動を起こしてください。ではここで NHK 金沢放送局、そして富山放送局からお伝えします。揺れに警戒してください。石川県緊急地震速報です。石川県緊急地震速報でした。該当する地域の方々は倒れやすい家具などから離れ、テーブルの下などに入って身を守ってください。車を運転中の方は慌てずに車をゆっくり止めてください。上から落ちてくるもの、倒れてくるものに気をつけてください。地震の詳しい情報は入り次第お伝えします。石川県内などにいない人もいるかもしれません。そうした方、